ただよび日本史、えー、今回、矢崎先生がお送りします、えー。共通テストのですね、対策の授業の今回完全読み取り問題の3回目ということになります。えー、ではですね、す、え、で、ー、にもう訓練はしていますのでですね、えー、同じように問題を解きながらですね、解説していこうと思います。では、いきます。まずですね、えー、今回でかい問題を2問やっていきます。まず、1つ目です。 えー、次の資料に関して、えー、述べた文章 XY についてその正語の組み合わせとして正しいものを述べよという問題なんですが、えー、もちろんこれ皆さん見たことがない、えー、資料だと思います。えー、ではですね、えー、早速行きますと、まず恒例のこの中ですね、この下の中をタイアップしながら見ていくことになります。はい、いいですか、えー、キーの国の留守どころが あ中の軍事に付すと。いうところでですね、まずじゃあちょっとこう、中がありますから、中を見ていきます。留守どころって何かというと、国司が容認の場合に、まずこの容認という言葉はまず分かんない。ちょっときついですね。えー、国がに設置された、まあ、国がは、ま、基本的には、えー、今でいう県庁所在地、もしくは県庁にあるところですね。設置された行政の中心機関。付す。 これ、上級の役所から下級の役所へ文章を形することとなっています。では、ちょっとですね、まずこの今、中が振ってあるものについての知識を見ていきますね。はい。はい。ではですね、まず今回ここで、あえてですね、まずこの負というものについての説明をしたいと思います。これはですね、古文上学という学問の実は一、ね、つに出てくるものでですね。まあ、このあたりはですね、 ちゃんとね、え、理解してると、いろいろとですね、学習しやすいんですね。でですね、一般的に、まあ、打上官府民部省府ってこの言葉が出てきて、単に打上官府としか覚えてなかったりとかね、えー、する方がいるんですけども、まあ、多分ですね、この、お今、ここで私が説明するところというのは、いわゆる文学部の私学科とかで勉強してないと、なかなか勉強しないところなんですよ。ですので、 えー、一応これ、その、ちょっと深いところだということで説明をします。まずこの、負というのは今出てきたように、上から下に出すものを、負というんです。でですね、皆様、教科書なんかでも出てくる言葉が一個ありまして、というのがあるんです。下というのは基本的に対義語なんです。下から上に出す言葉なんですね。えー、文章なんです、えー。下級の役所から上級の役所に差し出す文章なんです。ちょっと思い出してください。普通に、 教科書なんかでは、終わりの国、軍事百姓ら、下ってのが出てきます。終わりの国の軍事や百姓などが訴えたもの。ということで、下なんです。この不当下がまず対極だというふうに押さえてください。で、その他じゃあ何があるのかというとですね、このいってのがあります。いっていうのは実はですね、上下関係になく横です。同じような地位のもの。例えば、民部省から大倉省。このように横並びで行くものを イというんです。だから、ベクトルでいくと、上から下が風、下から上がゲ横ですね。これがイなんです。その他に蝶というのがありまして、これも下から上に出すものだったらしいんですが、だんだんとこの下がメインで用いられているため、蝶というのがですね、あまり用いなくなっていきます。ですので、基本的にはまず1番と4番、そしてあと横並びが2番。 で、今回はまずこの一番上から下に出す命令書だという言葉が出たわけなんですね。はい。それからですね。はい。で、次にですね。えっ、ー、と、容認という言葉が今出てました。容認。えー、さらには留守所このあたりが出てましたね。これは何かっていう話を先にしてきます。えー、国詞の徴税請負認可。まず、国詞の中で。 地元に行った国士のナンバーワン。これを図量と言うんですね。図量は地元に行った国士のナンバーワンで、<coughs> 一定額の税の納入を浮け負わせる代わりに、地方政治が国士に一員され、勝手にどうぞと。で、容認なんですが、信用の上点二つ。これは人国に不倫せず代理を派遣する行為で、代理を目代と言います。 で、代理ですから、自ら言ってませんね。このような、国司不在の国画のことを、留守どころこれが今出てきた言葉なんです。えー、ここでは、軍人などの地元の、ねえー、人々が、在庁幹事役所にいる役人として、えー、接種して実況にいると。ちなみに、まあ、例えば、図領になったり、えー、そういう時に、上合という行為を行うことがありますね。これもよく出てます、教科書ね。 情報というのは一定の税に、米、切るなどを、まあ、寄付するわけです。で、え、一定の地位なんかに、こう、任命してもらうと。で、まあ、これはですね、賄賂ではありません。システムなんです。システム。えー、そうですね。皆さん、寄付金の制度って知ってますかえー、あれと同じですよ。寄付金の制度なんです。で、それを繰り返すことによってですね、はい、えー、同じ地位に任命されることを超人というんです。重ねて任命です。 で、教科書には大体ですね、まあこのあたり出てるんですが、町人というのは重ねて任命、同じ職ですよね。じゃあほとんどの人は同じ職なのかというと、実は町人がレアなんですよ。じゃあ普通は同じ仕事ではないんです。では別の仕事につくことを何というかというと、これ、千人というんですね。千との千、都をするやつですね。同じです。普通は千人で、中には町人。 そして、なんと、任期が終わってもそのままやること、任期を延長することを延長の縁で、延任という言い方をする場合もあります。はい。まあ、この合六はね、ちょっとね、えー、余談なんですけどね。まあ、とりあえず今回はだから、まあ、この今言った、ああ、容認や、あ留守所という用語が出たので、まず先に抑えました。では、戻します。もう一回いきます。キーの国の留守所ころが、えー、中の軍事に付すと。はい。この度、 因の町暮らし文の通り、因の死者ともに、荘園の境界を定めて坊事。はい、坊事って何かというと、ここにありますが、はい、領域を示すために作られた目印のこと。で、えー、いわゆるですね、杭が打たれたり、大きな石が置かれたりしたと。まあ、土地と土地の境にですね、置くものです。はい。でですね、えー、山間部に、このですね、はい、えー、河の真国の章という荘園を立 検視、はい、立憲って何か、ここに書いてあります。この棒状を打って文章を作成すること。まあ、いわゆる荘園のですね、認定の手続きと書いてあります。手続きです。手続き。はい。で、キーの国家に報告することと。はい。ということで、では早速ですね、もう内容はだからこの産業なんです。実質ですね。この内容からですね、この X、Y をちょっと今読んでいただいてですね、整合判定してもらうことになります。 では、早速ですね、今から皆さんこれをちょっと見て、えー、判定してみてください。じゃあ、お時間をあげますから、どうぞ。<noise> はい。それでは、いきますね。まずですね、はい。では、早速いきましょう。X です。じゃあ、X ですが、はい。えー、資料は、 因の町の命を受けて、いいですか因の町の命を受けて、えー、キーの国が中の軍事に対して下した文書であると。では、このですね、はい、該当する場所があるかどうかを見ていきます。いきますよ。はい。ここですね。はい。えー、因野町の命ですからね。ここですよ。はい。 えー、院の町の命を受けて、中の国画が、というところここです。まず、中の軍事に伏す。はい、中の軍事に命令したと。ちゃんと書いてありますよね。はい。で、えー、キーの国の留守所。これがキーの国がということになります。では、ちょっともう一回見ていきます。これが、あ、このキーの国がここです。キーの国がと、 お軍事に出したと。いうところですので、誰が見てもここの文章は問題ないですよね。ということで、これが、丸ということになります。はい、X は問題ないです。では次に Y の文章ですが、はい。中の軍事に対して、陰の死者とともに、現地に思いきれ、荘園認定のための作業をするように命じていると。ということで、陰の死者とともに、 赴いたかどうか。荘園認定。さっき荘園認定資料ありましたよね。荘園認定ってどこでしたはい、ここですよ。ここに荘園認定の手続きってありますね。荘園認定の手続きは中の4だからここですよね。はい。で、その前にちゃんとこう書いてあります。はい。因の使者とともに荘園の境界を定めてと。ちゃんと書いてありますよね。ということは、どう見ても、これは、 問題がないということになりますよね。えー、これも、はい、丸ということになります。よって、丸々ですから、答えが1番ということになります。はい。さて、でですね、今回のメインはこれなんです。2番目。次の図を読み解く方法について述べた以下の文 XY と、えー。その方法で、わ、えー、かることについて述べた AD と組み合わせについて最も適当なものを選べというものです。 まずではちょっとこの地図ですね、えー、をいろいろ見なくちゃいけないんですけども、先にですね、じゃあちょっともう次行ってからバックしますね。はい。XY で ABCD を見ていくわけで、前と同じなんですが、基本的にはだから、まあこの AB が X ですよね。CD がまあ Y ということになりますよね。 はい。じゃあ、早速いきます。まず、棒、え、字、ー、が設置されたあ場所を見つけてみると。はい。次に、棒字と棒字を線でつないでみると。はい。じゃあ、ちょっと、棒字が設置された場所を繋いでみる X が AB ですね。で、A は何かというと、こう書いてあります。はい。田んぼや村の中心に、 帽子がある。Y は山の中や川ですね。えー、これちょっと色変えましょう。山の中や川沿いにあると。じゃあ、どっちなのかということを今から見ていきます。いいですかはい。皆さんはとにかくもうこれ地道、地道に見ていくしかないんです。じゃあ、まずいきますよ。帽子。はい、帽子どこでしょう帽子。はい、帽子ですね。帽子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  防治、防治、防治、防治。まあ、これが防治だということになりますね。防治、ここは防治。はい。で、防治のそば何あるか。はい。これも、皆さん、わかると思うんですけども、これって何ですかこれ。これは、川ですよね、どう見ても。川ですよね。これ川ですね全部川ですよ。これ川ですね。これ川です。 これ川です。ということは、ほら、川の付近にありますよね。川の付近にありますよね。川の付近にありますよね。OK ですかはい。ということは、川沿いに設置。これですよね。ここですよね。これがちょうど正しいということになりますよね。よって、答えは B が丸ということがわかりますよね。ということは、まあ、こっちがバスなんでしょう。 じゃあ次にシートで、この荘園の領域が見えてくる。この荘園内の各村の境界が見えてくる。じゃあ今度は、この領域なのか、村の境界なのかというところですよね。はい。で、これはですね、実は先ほどの本文にこう載ってるんです、ちゃんと。ここの資料のところですね。帽子のところにこう書いてありません、ね 領域を示すためにつける相手は未です。何の領域ですかもちろん、省円に決まってますよね。だって省円の話なの、荘の話なんですか省円ですよね。ということを考えると、これは資料から、これはもう資料から C が丸で、C が丸で、D がバスということになります。省円の領域ということになります。よって答えが B と C の 3番が答えということになります。で、基本的にだから今見てわかりますように、一応背景知識は説明しましたが、地図の中で今見たデータと中からデータを取っただけですよね。とにかくこれを徹底して訓練していくというのが、まずこの地図とかを読み取り問題の基本ということになるわけです。 はい。それではですね、2番目の問題です。この問題はですね、2006年のですね、センター試験の追試験の問題なんですけども、まあ非常に読み取り問題としてはいい問題なので、これをもとにですね、ちょっとまたこう、読み取る能力をですね、育成していきたいと思います。それでは早速いきますね。今回、京都の景観を描いた楽州、楽海図病文に関する問題です。では早速いきます。次の随一は京都の市街地の北部にあたる紙の経を描いた部分であると。 現代のですね、地図、まあこの後見せますが、それを参考しながらこの絵の中を歩くつもりで眺めてみようと。まずですね、X 地点から北に向かって出発すると左手に将軍邸が現れると。たくさんの武士たちが門を出入りしていると、この辺りの空乱という町名は将軍邸に由来する地名である。やがて右前方に小国寺の大きな瓦吹きの屋根がえ見えてくると。 当時の上野橋には天皇の政治生活の場である大二回り。やはり多くの人が集まっている様子が同じ屏風の別の部分に描かれていると、えー。武家と天皇が並び立つ情勢を反映していると言えるだろうと。次にワインステイから北に向かってたどってみよう。この通りは上野橋のメインストリートである。室町通りで道路の両側に店棚を出して商品を販売する町屋が並んでいる。この町屋の屋根は空欄であると。 では、いいですね。では、最初にまずこの空欄の後、位を皆さんに選んでもらいます。いいですね。いいです。いいですね。はい。ではですね、早速ですね、まあ、ちょっと、地図を見ていきますよ。地図、ボン。まずこういう絵があります。いいですね、こういう絵です。じゃあ、ちょっとヒントだけあげますヒントだけ。はい。ヒントだけあげますと、こうなってますね、はい。X 地点から北に向かって出発すると、左手に将軍艇が現れると書いてあります。はい。ドン。 で、今回この地図だけ一応ヒントをあげますと、こうなってます。ボン。こうなってますね。はい。はい。で、次です。こちらです。この地図です。まあ、注目点は一応こういうことですね。注目点はこれです。はい。ではですね、いきますよ。早速ですね、では問いの位置です。 あ、いに当てはまるものですね。これをどれが入るか考えてみてください。まず、あは、あこのいずれかが入り、いはこのいずれかが入ることになります。まあ、いは当時の町屋の屋根の吹き方ですから、まあ、これはどちらかというと知識ですね。あについてはですね、もう一回確認しますと、この地図ですかね。X 地点。要するにこの X から Y に行くという、まあ、これだけの話ですから。たったこれだけの話です。 はい。わかりましたかねはい。ではもう一回行きましょう。ではですね、えー、X 地点から北に向かってチッパすると左手に将軍の屋敷現れる。はい。左手に将軍の屋敷ですね。ということで、まあ、こう来てるわけですよね。で、ここが将軍の屋敷だったということですよね。はい。で、同じものが、まあ、こう来てるわけですよね。ということはですね、将軍の屋敷に当てはまるもの、 というのは、これでしょうね、ここ。ということで、答えは、5章8万増し。答えはだから、まあ、この、いずれかということになるでしょうね。はい。で、次に、はい、屋根について聞いたのが、先ほどの問題で、い,いです。い,いですが、はい、こう書いてありますね。はい。えー、道路の両側の町屋、町屋の屋根の作り方と。 で、基本的に当時の町人の屋根は板です。板屋なんですね。板屋。ですので答えは板屋ということになり。これってですね、すでに私がやってるですね、一辺承人エレンの問題をやった回がありますので、その時のですね、屋根を聞いてる問題がありますから、それも同じものが出てます。いいですね。で、基本的に、まず寺は河原です。 飛鳥文化からそうです。ここに書いて、河原武器は寺なんです。寺。いいですね。寺は河原です。そして、それ以外ですね、平安時代から日原武器という屋根の作り方が流行って、で、えー、この時代は板屋が庶民の家ということになります。はい。ということで、えー、まず回答はですね、以上から、はい。2番が答えということになります。ちなみに、この、この町ってどこですかっていうと、うとえですね。 ウトエにあるこの町は、ここにありますかねここです。ここです。ちょっと離れてますよね。だから今回は将軍の屋敷ということですので、普通に考えて、まあ、ここということが答えになるわけです。はい。では、次です。で戻しまして、この河川部の A です。 将軍帝とその周辺の空間の広がりというところに河川が引いてありますので、まあ今回も本番も関係ないので問題を見てしまいます。ではですね、えー、読み取りです、これもね。はい、将軍の屋敷には天使閣や高い石垣は見られない。じゃあこれ見られるかどうか、はい、これを、はい、見ていくということになるわけです。で、見ていきますと、はい、絵を見るしかないですね。そうするとこれが、はい、将軍の屋敷ですね。はい、囲んであります。 はい、将軍の屋敷どうですかここ。見てわかるように、天守閣ないですね。石垣もないです。天守閣は基本的に、まあ、戦国時代とか桃山文化ですから。だからまだこの時代はそもそもないです。ということを考えると見られない。見られないんです。だからいいんですよ。だから丸1は丸ということになります。で、丸2番ですが、将軍邸を守るため家臣の屋敷が西側や北側の門前に立っている。じゃあこれはどうなのかというと、はい。 で、戻しますと、はい。まずですね、はい。ポイントはここですよね。こっちが、う、あの、我々から見て右側が北なんですよ。ということは、上が西です。西です。ということは、将軍帝から見て、西側ってここですよね。西側には、この絵帝という屋敷があって、この絵というのは、石関家、御説教の一つです。家臣の家ではないですね。ないですよね。 ということから見ると、現在のその選択肢い、えー。これが、はい。この部分が、はい、バスということになりますね。だから、ここが、家臣の屋敷は西側ではないから、バス。よって答えが誤っているものですので、2番が答えということになります。はい。一応3番ですが、町屋が将軍邸の近くに立ち並んでいる。はい。これはどうでしょうかということで、町屋が並んでいるかどうかは先ほど出てるんですが、 ちょっと見ていきますと、ここにちゃんと書いてありますね。はい。ここほら、町屋が並んでいるってちょっと書いてあるじゃないですか。書いてありますよね。ありますよね。ということは誰が見てもこれは丸なんでしょうね。だからこれは誰が見ても、はい、丸ということになります。はい。で、寺院やこの英圏などの区営があちこち立っている。はい。これも普通に見て、ほら、小国寺寺院やこの英圏ありますよねえ。だから問題なく、丸ということになって、 答えはだから、2番が誤っているということになります。まあ、今回これも私の方でやりましたが、いずれにしてもだからこの遠いの位置も遠いのにも、まあ、日本史の知識というよりもただこれ見てるだけですよね。はい。さあ、では次です。B です。えー、次の図3、まだ続くのかという感じですよね。私もびっくりしました。京都の市街地の南部にあたる下の京を描いた部分だと。えー、この図と現代の地図を比較しながら歴史と伝統の意味。 を考えてみようと。京都には古いものや伝統がよく残っていると言われると。四方道路で囲まれた図山のアルファの配布。平安京の一つの区画にあたり、平安時代にはここに貴族の邸宅があったと。ちょっと図山のアルファって、まず図山って何だと。ちょっと待ってください。図山ですが、これが図山なんです。図山のアルファとベータ。一応こうなってるんですね。はい。でですね、しかし戦国時代には、 町屋が立ち並い、また町屋ですよ。町人たちは自産のベータのようにえ、道路を挟んだ両側の町並みで一つの町を作ったと。で、人々の住み方やえ暮らし方に応いて市街地の姿は変化していくと。はい。ではですね、えー、早速行きましょう。問題です。カセン B に関連して述べた次の AB についたらしいものです。 図3の α は図4の a の範囲に当たると。図3の β は図4の i の範囲に当たる。ちょっとこの後皆さんこれ見てもらえますかねちゃんと覚えてくださいね。はい。えー、図3では菊水ぼこ町に小川が流れていると。図3では観光ぼ町に2階建ての町屋が建っている。これ見るしかないですかねじゃあ行きますよ。特にあ、この a と b の選択肢よく見ててくださいね。 いきますよ。じゃ、まずこれ、図3です。注目点は、まあ、やはりこれですよね。まず、ここ、アルファです。市場通りってのが、こうありますからね。市場通り。これが注目点です。そして、ここに2階建ての町屋っていうのが、ここにこう書いてあります。いいですね。じゃあ、いきますよ。ドン。 はい。ちょっと確認してくださいよ。市場通りはどこですかこれが市場通りですかね。これが市場通りですから。はい。じゃあ皆さん分かりましたかはい。A、B は判定できましたか一応 CD も確認してくださいね。はい。菊水ぼこ町。観光ぼこチはい。これで確認してください。 ありましたこれですよね。ここに、菊水ぼ町観光ぼ町ってあるんです。これです。さて、では、早速行きましょうか。じゃあ、まずですね、これ行きますと、まず、図算のアルファが赤、図算のベータが以下。はい、皆さん、えー、これ見てください。ちゃんと見てください。はい。まずですね、図算ですと、 この市場通り沿いにアルファがあるわけですね。で、B はその裏ですよね。ということを見ると、はい、市場通り沿いですよね。市場通り沿いですから、はい。A はアルファでいいんじゃないですか。で、ベータっていうのは、これ同じように見てわかりますように、誰が見ても違いますよね。ベータはこっち側ですよね。横じゃないですよね。だから、 どう見ても、これアルファがアで、イはベータではない。ので、A が丸で、B がバスということになりますよね。まずこれはわかりますよね。はい。ちゃんと見てくださいね。で、次に、この図3では菊水ぼこ町に小川が流れてる。図4では観光ぼこ町に日本建ての町屋が建っている。ちゃんと見てください。じゃあ、どっちでしょうか。はい。 まず、小川、どこ流れてるんですかこれ。川は、これが川じゃないんですかこれ。これ川ですよねこれ、どう見ても。これ川ですよねということは、はい。これですとどうなってるんですかこれですと、はい、川は、ここら辺ってことですねこれ。そういうことですねこれね。はい。じゃあ、 さ、先ほどの、いいですか、これと、タイアップしていくと、これはそういうことですね。で、2階建ての町はこっち側ありますよね。2階建ての町はですから、ここじゃなくて、ここら辺にあるんですここでしょうね、2階建ての町屋っていうのは。ということを確認すると、はい、まず、C、菊水木町に小川が流れてる。 要するに、ここですよね。ここの場所ですよね。ですので、これが、丸ってことになりますよね。ここがね。で、2階建ての町屋があるのは、どう見ても、ここじゃなくてこっちですよね。だから、観光ぼこ町ではないから、これが、バツということになりますね。よって答えが、A と C の1番ということになります。はい。 まあ、これも、はっきり言って、もう全然、日本史と関係ないですよ。読み取りですよね。でも、まさに現在の共通テストの大元になるような問題なんですよ。で、とにかく、読み取り問題がメインですから、ですから、こういうものに慣れてほしい。ということで、今回出したんです。はい。じゃあ、ちょっと、ついでにお話をちょっとしますね。リード文でいいのがあるんです。 伝統は人々の生活の中に息づいて、初めて後世に伝わる、ずさの上部に描かれた祇園祭山鉾巡行は、現代にも引き継がれていると。でですね、実はこの祇園祭の話を最後にちょっとしたかったんですね。でですね、えー、何かっていうとですね、まあ、これがその祇園祭の山鉾。これでしょうね。これですよ。はい。でですね、実はね、最近これ流行ってるんです、祇園祭。 祇園祭ってほら皆さん有名ですよねこれ山鉾。はい。まあこれですよ。祇園祭山こ全く同じこれですよね。で、これって何かっていうとですね、実は、ボン。もともとですね、えー、五陵絵というものから始まっていてですね、平安時代にですね、まあ、悪いことをして流されたような人々がただに起こして結局行ったというので、そういう人々を沈めるために行ったのが五陵絵なんです。 例えば、クスコの辺、通称ですね。平成大乗天皇の辺に関わった藤原の中成さんとか、立原の早成さんとかね。えー、そういう人々ですね。えー、沢原新王とか、えー。そういう人々をですね、祀ってるんです。で、実はね、そういうね、えー、悪い神ですね。が、疫病を起こすとされたんです。で、まさに今ほら、疫病をね、えー、そういうふうなことでよく、自治問題出るわけですよ。それ、疫病とタイアップしてたのが、実はこの祇園祭りなんですよね。で、 えー、この、祇園社、現在の八坂神社のお祭りで、えー、あるわけですけど、大元はこの五両へから始まったと。で、この山ぼというのが巡礼していくんですけど、これなぜかというとですね、こう行くとですね、こう行く途中でいろんなところから街からですね、悪いね、ものをどん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 吸収していくんですよ。で、だからこそこう練り歩くらしいんですよね。そうやって練り歩くことによって、いろんなこうね、疫病心をね、どん,どんどんどん追い払っていくと。で、巡行していくと。 ということで、まあ、その大元がですね、えー、あって、で、今回、まあ、ここに描かれているのがそれだというお話だったわけです。ということでね、なんでこの問題をやったのかというのは、今言ったように一つにはこの読み取りをやってほしいという話と、実は最近このですね、祇園祭り、も実は疫病絡みで話題として取り上げられるので、見ておきたかったという話だったんですね。はい ではですね、ちょっとだいぶ長くなってしまいましたけど、今回はこれで終わりということになります。えー、とりあえずもう一回時間を置いて自分でもう一回解いてみてください。それではまたお会いしましょう。さよなら